そういう発信力を持ってるものがいっぱいあるとか、人がいっぱいいるし、いろんなやっぱ情報がすぐ手に入るというか、まあ今のネットの時代だとどこでもすぐ情報入ると思うんですけど、より東京は早く情報が知れて、でもその中でいろんなフェイクのニュースとかがたくさんあって、それを自分たちでしっかり見極めて、その真実の情報を見抜いて、で、なんていうんですかね、まあ生活していかないと多分すぐやられちゃうような気もするような場所だと思います。いろんなとこからいろんな人が集まってくるからこそ、なんか全然中途半端なものになることもあれば、まあ僕らみたいな、あのなんかごちゃごちゃしたなんか感じになってるのかな。良くも悪くも、なんかそのいろんなものをこう混ぜて新しいものをこう作ろうみたいな気持ちは、その東京っていう街とは近いかもしれないですね。